さて、源流ミドガルゾルムの件も片付いたし、今度は私たちの発表をさせてもらおうかな。アシエン消滅法の件で報告することがあってね。エオルゼアに来てみんなで研究した甲斐があったよ。何か手がかりはつかめたの？そもそもアシエンが不滅なのは、この物質界で死んでもその魂がエーテル界に帰らず、二つの世界の狭間に逃げ込んでいると思われるからだ。そこで開発したのが白星石。エーテル体となって狭間に逃げようとするアシエンの魂を吸収して捕らえるマキサ。問題は、捕らえたアシエンの魂をどうやって消滅させるかってことだが。肉体を捨て去りし魂を砕くは根源たる力の刃のみ。純粋なるエーテルの刃を生成し、エーテル体となりしアシエンにぶつけ追消滅させるのです。だけど、アシエンを形成するエーテルの総量、いわゆる魂の質量がわからない。そのため、アシエンを切り裂くための刃をどれほどのエーテル密度で作ればいいのかも予想できない。じゃあさ、どんな魂でも問答無用で消し飛ばしちゃうようなすっごいエーテルの刃を作っちゃうのはどうかな。白星石にエーテルを閉じ込めておけるなら、今のうちに私たちが作り出すエーテルをギュギュッと詰めておけばいいんだよ。いいだ、以前ムーンブリダが説明してくれたのを忘れたのか。白星石にはエーテルを長時間保存できないって。エーテルは本来すぐに無酸するものなんだ。激しいエーテル放射と外的作用によって結晶化した物質、つまりクリスタルを除けばエーテルの保存はできないんだよ。ありゃ、そうだった。かといって持ち歩けるクリスタルの量には限界がある。アシエンがいつ現れるかわからないならなおさらだ。アシエンの魂の質量が大飯ぐらいの蛮神リヴァイアさんと同程度と仮定しても、総動線を満たすほどのクリスタル量になるでしょうね。しかもあの時は総動線に乗せた変属性クリスタルでリヴァイアさんからの攻撃をしのぐことに特化したからな。消滅させるとなれば数石分になるだろう。私たちが頭を悩ませていたのはまさにその問題だ。エーテルを持ち歩けないからその場で得る必要がある。では大量のエーテルをどうやって生み出すか。取れる手段はただ一つ、大地に蓄えられた資源を使うのさ。もしかして地脈のこと？地脈を貫こうものなら、大量のエーテルが溢れ出してここモールナのように一面が結晶化してしまうわよ。いや、私が注目したのは申請したエオルゼアにおいてもっとありふれている資源、ズバリその変属性クリスタルだ。属性のバランスが崩壊しているとはいえ、エーテルの結晶であることには変わりないからね。だがさっきも言ったように持ち運ぶのは限界が。ふっふん、違う違う、変属性クリスタルを掘り出さずに直接エーテルを発生させるのさ。それさえできればエオルゼアの多くの場所で大量のエーテルを確保することができる。と、まだ可能性の話だけどね。相手はわからないことだらけのアシエンなんだし、試せることは全部試したいんだ。
やれることからやってみましょう。でもどうやって変属性クリスタルを利用するつもり？結晶からエーテルを取り出すといってもそう簡単にできるものなの？実はそのための巻を作ってみたのさ。周辺の変属性クリスタルからエーテルを抽出する巻、名付けてエーテルエクストラクターだ。早速こいつを試したいんだが、このモードナは変属性クリスタルが多すぎてどうも実験しにくくてね。失敗してここら一帯の属性を乱しちまうのが怖い。誰か実験に手頃な場所を知らないかい？では北ザナランはどうだろうか。あそこには中規模の変属性クリスタルがある。それにちょうど協力を願いたい事件が起きていてね。アルフィノ、何かあったの？北ザナラーンの帝国軍拠点カストルムメリディアヌムに動きがあった。マーチオブアルコンズの際に魔道場が全壊し、兵力的にも大きな損害を出した拠点ではあるが、同盟軍の撤退後カストルムセントリからの救援が合流。外郭の復旧作業のため物資を求めてセイリン生成所を狙っているらしい。本国からの支援が断たれた今、彼らも生き残りに必死だ。セイリン生成所になだれ込めば泥沼の戦いになりかねない。クリスタルブレイブはこれより帝国軍の牽制に向かう。だがいかんせん相手が大きい。暁からも力を貸してもらえないだろうか。つまり落ち着いて実験をしたきゃ、まずは帝国兵を追い払えっていうこと？マキの実験を餌に賢人の手を借りようって魂胆かい？いいじゃないか、乗ったよ。私たちが力を貸した方が早く落ち着くんだろ。アシエンはいつやってくるかわからないんだ。戦いが終わるまでゆっくり待ってられないよ。くれぐれもほどほどに。あなたは昔から無茶をする。そうね、ムーンブリダさんの言う通りだわ。わかりました。クリスタルブレイブと手分けして対応に当たりましょう。あなたは帝国軍の牽制を、サンクレットとパパリモもそちらに協力してちょうだい。ムーンブリダさんはイダ、ヤシトラと共に行動を。先行して場所の選定を進め、牽制作戦の終了後に速やかに実験が行えるよう準備をお願いします。では私は別口で白成績の検証を進めておきましょう。ええ、お願いします。それでは各自出発の準備を整えてください。くれぐれも無事に戻ってきてね。
悪いね。そこで待っててくれ。もうちょっとで作業が終わるからさ。それかい？私の獲物さ。斧を振るってるとつい楽しくなっちまってね。私はもともと考えるより先に手足が出る性分なんだ。そんな私に学ぶ楽しさを教えてくれた人がいた。今回エオルゼアに来たのはその恩師について調べるためでもあったんだ。心配な幼馴染もいたしね。ほら、あいつまっすぐものが言えないだろ。いくつになっても変わらないんだから。よし、こんなとこだな。うん、いい感じじゃないか。この程度であれば周囲の環境を変えることもなさそうだ。見えたかい？変属性クリスタルからエーテルの光が立ち上がるのが。これを束ねて刃にする方法はまだ模索中だけど、このエーテルエクストラクターを改良していけばひとまずエーテル不足の問題は解決するはずだ。あんたのためにもとびきりすっごいエーテルの刃を作れるようにしてみせるよ。さすが光の戦士、この俺が悟られるとはな。まさかアシエン？クソ、私たちを止めに来たのか。その入れ墨、英知の書家の番人シャーレアンの賢人か。ああ、なるほど。多少は頭が回るのもうなずけるというもの。何を言ってるか知らないが、褒めてるわけじゃなさそうだ。察しがいいな。ま、そいきり立つなよ。女は笑顔の方が美しいぜ。光の戦士、お前は俺の言葉が分かってるんだろう。なんせ超える力持ちだ。まったくお前には参るよ。ラハブレアに付き合って人に神を下ろさせたってのにあっさり倒しちまったんだからな。だからそう生きり立つなって。お前もやるか、光の戦士。ん？どういうことだ？お前から光の加護を感じない。おいおい、まさかハイデリンに見捨てられたのか。こりゃ面白いことになったもんだ。光の加護を失した人ならざる者なんざ敵じゃねえ。この場で片付けるか。いや、今なら白包囲の野郎が言っていたあの杖をいただく好機じゃねえか。これで白包囲とラハブレアを出し抜ける。思い知らせてやるよ。消えた？一体何だって言うんだ？あれがあんたたちが戦っている上位の足。それにしても杖を狙ってるだって？アシエンが欲しがるような杖、そんなものが。もしかしてトゥプシマティ、石の家に保管されているルイゾア様の杖だとしたらまずいぞ。石の家にはミンフィリアが残ってる。アシエンに襲われる前に急いで戻ろう。
あなたたち。光の戦士。いや、もはや光なき戦士か。やはり今のお前じゃ俺の侵入を拒むことはできないようだ。どういうこと？まさか知らなかったのか。こいつは笑い草だ。光の加護を受けた者がいることでお前たちは守られてたんだよ。この拠点だって例外じゃない。白包囲やラハブレアのようなオリジナルはともかく、俺たち天聖組にしてみれば光の加護の突破は容易じゃなかったのさ。ま、それもこれまでの話だ。奴らと違って俺は気が短いんでね、とっとと杖をいただいて次の次元悪界を引き起こす。次元悪界ですって？やはりバルデシオン委員会の消滅にもあなたたちが関わっていたのね。何をグダグダ喋ってやがる！ムーンブリだ！しつこい女は嫌いだぜ。ああ、お前には通じなかったか。なぜこの杖を欲しがるの？これはただの遺品よ。あなたたちが求めるようなものじゃないわ。くだらない質問ばかり。お前、今まで何してきたんだ？名城トゥプシマティ。正確に言うなら、その杖に据えられた石板には特別な力があるんだよ。そいつと上等の角笛を組み合わせて使ってやれば、周囲の環境から莫大なエーテルを集められる。あのジジイが捧げるクリスタルもなしにどうやって十二神の神下ろしを成したと思ってたんだ？召喚には祈りだけでなくエーテルが必要。これ基礎中の基礎だろ？ええ、おかげさまで事情は分かったわ。だからこそこの杖は渡せません。やれやれ、俺はわがままな女も嫌いなんだがな。だが下手に殺すと白包囲の野郎がうるさそうだ。面倒だがお前ごとさらうとしよう。奴を追うんだ。エーテルの歪みはまだ消えてない。